目黒蓮富士月区、ブミの始まり、第5話 7.2% 夏が泊まりに来ると知った海は大喜び。スノーマン目黒蓮、27、が主演するフジテレビ系、ブミの始まり、月曜午後9時の第5話が29日放送され、平均世帯視聴率が 7.2% 関東地区、だったことが30日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率 4.2% だった。一週間の夏季休暇を取れることになったと月岡夏、目黒、から聞いた南雲茜、大竹しのぶ、は、それなら一週間、南雲家に住んで海、泉やせーな、と暮らしてみたらどうかと提案する。夏が泊まりに来ると知った海は大喜びし、ずっと住んでいいよと夏にくっつく。夏の両親に挨拶をしようと思っているという茜。実はまだ海のことを家族に伝えられていない夏は口ごもる。茜はため息をつき、さっさと話しなさいよと夏をせっつく。言い訳がましい夏と、口うるさく説教する茜。そんな二人の様子を見ていた海は、ママ見たいとクスクス笑う。